失うものだと分かってるから強
1日のバンドのイベントに、あ、ライブの赤坂のイベントに出ます。また3月9日原宿ストロボカフェで私たち2人共演させていただきますので、今日のハーモニーが気に入った方はぜひ3月9日遊びに来てください。2月1日3月9日ともに本日チケットあるので、ぜひお声をかけてください。ありがとうございました。芹川かな子と永溝亮太でした。